東ライドプレゼンツトモクルラジオ、今日もトモが来る。どうも皆さんこんにちは、ヨウです。こんにちは、ヒロです。はい、44回目のトモクルラジオになります。今回はヒロさんと一緒にお届けをします。よろしくお願いします。このラジオでは他の企画ではあまり話せないようなあれやこれやをゆったり話していって、東ライドの雰囲気を伝えられたらいいなと思っています。はい、いつも通りゆるく話していきますが、その中でホーライドのイベント情報なんかもお話ししていきますので、ぜひお聞き逃しなく。じゃあ早速このコーナーから。普通のお便り。はい、今回もたくさんお便りいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ1通目の紹介をお願いします。はい、じゃあ最初の方、トモクルネーム紫さんからいただきました。2週間前、ミステリー部の綾辻先生の動画を偶然拝見し、読書にはまり迷路館まで読了しました。時計館をお勧めされていたので時計館まで購入済みです。最近十角館が映像化され再注目されているみたいなので、ぜひ館シリーズ特集や綾辻先生特集をしてもらいたいです。次はアミュレットホテルやちぎれた鎖と光の切れ端を読みたいなと思っています。そんな私におすすめの本がありましたら教えてください。エログロは躊躇、ホラー苦手です。読書のきっかけをくださりありがとうございました、ということです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またま綾辻動画を偶然拝見し読書にはまり迷路館まで読み終わりました。なんかすごい、うん、すごいハマり方してますね。いい、まあ本当ミステリー好きとしてはすごい、もちろん見ていただいたのも嬉しいですし、すごいいい、うん、いい流れで読書に入ってきてくれたなっていうのが嬉しいですね。ね、迷路館って 3冊目とかですよね。そうですね、2週間で浴衣物を3冊伺ったって結構なハイペースじゃないですか。確かにそうだ、そこ気づいてなかったですけど、見てくれてから読み始めてくれたんですもんね。そうじゃないですかね、うん、この感じだと。そうか、うん、ありがたい。相当ですよ。 でかつ時計館まで購入済みって言ってるから、はい、2冊ぐらいであってゴリゴリ進んでる感じですね、うん、いいですね。時計館はいいですね。ミステリー部全員推しの1冊なので。確かに確かに、そうですね。すごいな。なんかでもしかも読書にはまりって言ってるのがすごい気になってて、もともとじゃあそう読書そのものそんなにしてなかったのかなと思ったり、うん、そうですよね。ただその一方でなんかエログロは躊躇、ホラーは苦手ですとか言ってるあたり、結構なんか読書の解像度高くないとか思ったり。そう、まあ はまり直したっていうことかもしれないですね、また。ああ、そういうことですかね。確かに、ね、しばらく読めてなくてみたいな、ね、うん、状況なのかもしれないですね、はい、うん、そうですか。まあそんな感じで、ちょっとなんか一応ね、この蓬莱堂のチャンネルのあの動画がこういうきっかけになってるみたいな話をいただけるのはすごいありがたいですね、うん、本当にありがたいですね。で、おすすめを教えろということで。はいはいはい。そもそもこのアミュレットホテルとかちぎれた鎖と光の切れ端っていうのは、これはまた別の本なんですよね、多分ね。あ、そうですね、これもミステリー部であの令和に出た本で確か特集したはず、うんうん、そこで紹介してた本なので、そこを見てくださってるのかなっていう。確かに、じゃあもうミステリー部にもう今ドハマりいただいているという。うん、そうですね、ミステリーにハマってる感じの。うんうんうん、なるほどなるほど、いいですね。という人にあの、はいはい、追加のおすすめだということですね。そうですね。なんかありますか？ぜひぜひ。ミステリー部のね、はい、そしてやっぱり、はい。そうですね、ちょっと一冊あの準備してきたんですけど、はい、市川優斗さんの「ジェリーフィッシュは凍らない」っていう本ですけど、はい。まあ、私が、まあ、すごい好きな本っていうのもあるんですけど、うんうん、この作品の、紹介文にあの綾辻ゆきとさんがあのコメントを載せてまして、そして誰もいなくなったへの挑戦でもあると同時に十角館の殺人への挑戦でもあるっていう風に綴られていて、なので、まあ、十角館を読んで楽しめたのならきっと楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。なるほど、はい、挑戦、なるほど、十角館への挑戦になってるんですね、この本は。まあその
聴者が意図したかどうかっていうのはまた別ですね。そうですね。うんうん。うん、まあそう、十角化の作者がそう感じるようなものにたっていう。そうですね。内容的に、まあ、クローズドサークルもので、まあ、ジェリーフィッシュっていうのが小型飛行船なんですけど、その、うんうんうん、まあ、搭乗員が一人一人殺されていってどんどん減っていくっていう、まあ、十角館もどんどんその館の中で人が減っていくっていうような設定ですけど、うん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 、それを、まあ、まあ踏襲じゃないですけどクローズドサークルものでどんどん人がいなくなっていくっていうような、そこがまあ共通した点かなと思います。うん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 、なるほど、うん、なんか多分これあんまり今の情報以上のことってあんまり喋りすぎない方がいいのかなと思いながら、はいはい、そのやっぱり どういうポイントがその当選だと言わしめてるのかはめちゃくちゃ気になりますね。ああそうですね。ちなみにそれはヒロさん的には感じました？挑戦してんなみたいな、挑戦っぽく見えるなみたいな。そうですね、挑戦というのよりも結構オマージュ的な部分が、あ、十角館読んだ人だったら、ああここはきっとこの作者の市川さんも十角館読んでこの作品こういう風に書いたんだなっていう箇所がありました。はい、なるほど、すみました。文庫が2019年かに、まあ、もう出てるって感じですね。ああそうですそうです、文庫で読めます。はいはい、はい、いいですね。じゃあそんな感じだそうで、紫さんもミステリー部関連の紹介本かなり読まれるっぽい感じなので、ぜひこのジェリーフィッシュは凍らないも、はい、ぜひぜひ読んでみてほしいですね。読んでもらえたら嬉しいです。はい、はい、そうですね、はい、じゃあそんなところで、普通のお便りのコーナーはおしまいにしようかなと思います。以上普通のお便りのコーナーでした。はい、では次のコーナー、こんな本知りませんか。このコーナーでは皆さんからこんな本知りませんかっていうお便りを募集して、それに頑張って答えていきます。私たちでこれだっていうものがあればいいんですが、なかなか浮かばないことも多いかと思うので、こちらは視聴者の皆さんにもご意見を募集したいと思います。お便りに対してこれなんかどうかなというのがあれば、ぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。はい、じゃあまずは前回の募集に対して皆さんからいただいた答えをいくつか紹介していきましょう。前回は家族仲が良い本ということで募集をしていました。で今回は、2件ですかね、はい、いただいているのでこれをご紹介していきます。はい、トモクルネーム王子の狐さんからいただきました。ヨウさん、ヒロさん、こんにちは。前回のモンテッド本、家族の中の良い本ですが、私からは塩舞子著幸福な食卓をお勧めします。幸福な食卓では話の冒頭で主人公沢子の父が、父さんは今日で父さんを辞めようと思うという一言から話が始まります。この時点ですでに母は家を出ており、沢子は作中でうちの家庭って崩壊しているのかなと母に問うのですが、母からはでもみんなで朝ごはんを食べ、父さんは父さんという立場にこだわらず子供たちを見守り、母さんは離れていても子供たちを愛している、完璧と返されます。一言で言うなら、そんな家族の絆を描いた温かい作品です。ぜひ読んでみてください。うんうんうん、なるほど。幸福な食卓、これ結構あれですよね、映画とかなってるやつですか？そうですね、映画、調べてみたらそうですね、映画になってる、うんうんうん、そうですね。そうですよね。いや全然本と関係ない話で恐縮なんですけど、はい、幸福な食卓の映画の主題歌がミスターチルドレンのくるみということで、そうなんですね。なんかあれと思って、例えばミスチルのくるみに、元々のくるみっていう曲と、はいはい、まあ、ちょっとこう、まあ、アレンジした版でくるみ幸福な食卓っていう曲があって、なんか映画の主題歌だって気がするなと思ってちょっと今調べちゃいました。あ、はい、すいません、これは完全に余談ですが、いえいえ。結構昔なんですね、映画公開すると2007年ってなってますね。ね、うん、ほら意外ともう17年前ですか。うんうんうん、だいぶ前ですが。なるほどね。ただ私はそれでミスチルだって思っただけで、話の中身は一切知らなかったんで、はいはい、あれですね、なんか父さんは父さんを辞めようと思うとか、うん、なかなか
なんというか引きが強い一言から始まるんだなっていうのはすごい、うん、そうですね、話の冒頭でなってますもんね。なんかだからなんていうのかな、その役割感っていうんですかね、父っぽさとか母っぽさとか、そういういわゆるの役割感とは違う関係性を作ることを宣言して、でもそれがそれで一つの形になるみたいな、うん、そうですね、良い関係になるみたいな、そういうものを示すしてる感じなんですかね、なんか、うんうんうん、出る感じ、まあ、主人公の沢子の年齢がちょっと分かんないですけど、なんかもうその父からしたらもう何でしょうね、こう父さんっていうこう、うん、上からというか庇護する立場ではなくて、うん、こう、うん、対等じゃないですけど、うん、一人の人間としてそういう立場を取るっていうことを宣言してるのかなっていう、うん、なんかお母さんのそのコメントもありますけど、別になんか家族の仲が悪いっていう感じじゃなさそうですもんね。そうですね、なんか出てってるけど、なんか、うん、別に会うし喋ってるし、あとなんかアマゾンのとこ見ると、あの家出してるけど料理を届けに来てくれるらしくて、お母さん、あ、そうだから なんか知らんけど仲は良さそうですね。だからそう、確かにこれタイトル自体はめちゃくちゃ有名 で今知ったんですけど、瀬尾舞子さんが、吉川英治文学新人賞を受賞した作品だそうで。あ、そうなんですね。そうです。瀬尾舞子さんも 今では、ね、あ、そうなんじゃないですかね、新人だから、うん、そう、今ではもうね、もうヒット作連発の有名作家さんですけれども、はい、の新人賞受賞作っていうのもなかなかね、結構設定はなんか複雑そうですけど、それでまあ家族の絆を描いてるっていうところも気になりますよね。なんか、うんうん、一般的な家族の形ではないけど絆はしっかりあるっていう、うん、うんうん、そうですね。 あれだ、デビュー作ではなさそうですね。2作目くらい、4作目ぐらいですね、うん、けどまあ、かなりキャリアの前半の初期の、うん、ものであることは確実ですね。でそれで新人賞を取って、はい、なんかタイトル自体は結構有名だなという印象があるんですけど、意外と読んでなかったなっていう、そうそうそう、私も読んだことなくて、うんうん、気になる感じですね、うんうんうん、はい、じゃあ、もう一個の方をご紹介していこうと思います。トモクルネームチュルチュルサウルスさんからいただきました。ヨウさん、ヒロさん、こんにちは。今回のウォンテッド本、ちょうど最近読み終えた本がまさに妻最高の話だったので紹介させてください。加藤秀俊、90歳のラブレターです。奥様に先立たれた著者が、奥様と出会われた小学生時代からこれまでの人生を振り返りながら奥様への思いを綴られていて、タイトルの通り愛情にあふれたラブレターでした。戦争も経験され、変化の多い時代を2人で支え合ってきたのだということがよくわかり、私もこのような関係を築ける相手と出会えたら素敵だなと感じました。私の中では上半期のベスト本になりそうなくらい心に響く一冊でした、といただいております。これじゃあエッセイなんですか？そうですね、なんかこの方の実際のエピソードが綴られてるっていうことだと思いますね。そうですよね、うん、90歳ぐらいになって、まあ、奥さん亡くなられてしまって、でまあ、その奥さんとの思い出とかを振り返る。しかもなんか、小学校から出会ってて、ずっと一緒にいたんですね。うん、もう人生のほぼ全てと言っても過言ではない。やっぱりそれだけのなんか年月を経てきた方の話だと重みが違いますよね。そうですね。うん、しかも戦争とかもあって、いろいろな激動な中を2人でくぐり抜けてきたっていうところですよね。うん。うん、これ、2021年に出てるみたいなんですけど、まあ、それ、はい、その書いた時点で、その著者が90歳なのかな？だとすると、1930年くらいに生まれてる感じですよね。うん、だから、まあ、太平洋戦争とかだと10代。の半ば、前半から半ばら辺までずっと、特に当時の日本なんてその15年戦争とか言われて、
多分この30年ぐらいから15年間ほぼずっと戦ってるから、うん、生まれて15歳くらいまでずっと戦争している状態なんだけど、なるほど、うん、いやなんかそれすごいですね。そこからだから、うん、戦後の日本の復興と経済成長とバブルと失われた30年とみたいなの全部見てきてるってことですもんね、うん、2人で、うん、まあなんかもう奥さんにラブレター書くような関係だということはわかるけど、まあ、実際に2人がどういう風な関係を築いていたのかみたいなところは、まあ、文を読んでみなきゃという感じですけど、うんうんうん、しかもこの方は別になんかそういうエッセイとかをもともと書かれてる人ではなくて社会学の博士なんですね。なんかあ、そうなんですね、経歴を見ると。はあ、はあはあ、そうですね、本当だ、本当ですね。あ、なんか中高新書で社会学っていう話してますね、うん、人ね。じゃあもう社会学の結構有名なすごい先生なんだろうな。うんうんうん、そういう方がまあ90歳になって、なんでしょうね、こう、うん、エッセイ的な感性を綴るのを書かれるっていうのもなんかすごいいいなと思いますね。しかも奥様のラブレターっていうのも、うん、そうね、いやそうですよね。10歳になって自分が書くエッセイにラブレターってつけられるっていうのはなかなかすごいなって思いますね、なんか素直に、うん、はい、というところで、まあだからこれはもう本当に奥さんとの関係が、まあ、お子さんとかいらっしゃるのかわかんないですけど、まあ、もしかしたら出てくるかもしれないし、うん、でももうメインは奥さんと2人で生きてきたという関係について書かれて、うん、まあ最高ってなるんでしょうね。うん、いいですね。というところですので、まあ、一旦今回はこの2つということですけれども、ぜひね、確かに、まあ、前回ミヤさんと喋ってた話にもなりますけど、その最近やっぱりその家族との関係があまり良くないものっていうのは結構多い中で、うん、そうそう、まあ、こういう風な形でやっぱりちゃんと、ね、まあ、家族って そうは言ってもやっぱり一番身近にいるというか、良くも悪くも関係がなかなか切れない人間であったりするので、うん、まあ、そういう人たちであるからこそ、まあ、こういうふうにいい関係を築けた方がいいよねみたいなところも含めて、一つの形みたいなものでね、この2つ楽しんでもらえたらいいのかなと思います。はい、というところで次に募集する方のお便りの紹介に移りましょう。はい、トークルネームトッティさんからいただきました。こんな本知りませんかのお題を読書好きの皆さんにお知恵をお借りしたいです。ちょっと辛い時にも気軽に読める本。先日私にはとても辛い出来事がありました。お涙頂戴したいわけじゃないので詳細は省きますが、その時に読んでいた超絶ファンタジーで内容も重めの本は頭と心の負荷が辛くて読むのを中断せざるを得ませんでした。他にも苦しいこともあるけど頑張るよ的な長編小説もちょっと厳しくて、その時私を救ってくれたのは浅井亮さんのエッセイゆとりシリーズでした。辛くて少し余裕がない時でも気軽に読める本があればジャンルを問わず教えてほしいです、とのことです。うんうん、はい、そういう時ありますよね。ありますね、やっぱり辛いな、うん、なんか、まあ、いろんな辛さがありますけど、そのもうとにかくとりあえず辛いっていうところで、それが起きてしまったがために今楽しく読んでた本がぐっと読めなくなるみたいなことってね、うんうんうん、ありますよね。なんかこんなにそれこそその流行なものを読むほど頭のリソースが余ってませんとか、うん、主人公が辛い状況に置かれてるシーンに入ってきちゃってて、今自分が辛いのに主人公の辛さまでこう感じてる余裕がないですとか、うんうんうん、なんかそういうことでぐっと読めなくなるっていうのは、まあね、そもそもなんかそのそうやってダウンな時ってなんていうかこう脳の認知能力も結構下がったりすると思う。そうですね、なかなかそもそもその目が滑っちゃうみたいな。あ、そうそうそ そう目が滑って文字が頭に入ってこんみたいなこと、うんうん、まあ、よくあるし、まあ、ある意味そのいう状態の時、まあ別に無理して読まなくていいじゃんという気持ちもする一方で、やっぱりそこで読めると心の安定になるっていう人も結構いるんですね。うん、何もしてないよりはやっぱりなんかこう考え、そうそうそう、考えてか気持ちをそっちにシフトできるっていうのは
あります、ね。あ、そう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 。そうですよね。って意味では、うん、まあ、そういう時でも読める本があると非常に安心だなというのは思いますね。うん。という感じですけど、なんかありますか、ヒロさんから。こういう、まあ、自分がその時に、そういう時に読んだでもいいし、まあ、あるいはこういうのだと読みやすいんじゃないでもいいし。はい、そうですね。まあ、こう、そういう今回の、お便りの、そういう、まあ、辛い時に読んだらいいかなっていう中で、まあ、私の好きな作品一つご紹介すると、本じゃないんですけど、漫画なんですけど、あ、はいはいはい。はい。五十嵐美希夫さんのボノボノ。あ、結構昔からあって、まあ、アニメ化とかもされてるので、はい、名前とかは聞いたこと、結構なんかグッズとかもよく販売されてるんで、名前だったり、うんうんうん、キャラクターは見かけたことがある方はいるかなとは思うんですけど、うんうん、まあボノボノって、まあ、ラッコの主人公の名前なんですけど、そのボノボノと、うんうんうん、まあ、友達のシマリスくんとアライグマくんっていうのがメインキャラクター3人なんですけど、うん、まあ、基本的には彼らがその森や海で遊んだり暮らしてる日々を描いてるっていう、かなり気軽に読める作品なんですね。まあ、ただその気軽に読める一方で、その主人公のラッコのボノボノが結構いろんなことに興味を持って、ちょっと哲学的な答えのない問題について考え込むっていうことが多くて、まあ、それがなんかこうストーリー1個のエピソードとかになってたりするんですけど、うん、それがまあなんか例えばこう楽しいことはどうしてすぐに終わってしまうんだろうっていうテーマの回があって、それをこのものが考えるっていう回がある。なんか楽しい時間ってすぐ終わっちゃうみたいな、みんなと遊んでたりとかすると、はいはいはい、気づいたらもう日が暮れてこう、うん、別れてしまわないといけないみたいな、うんうんうん、でそういうテーマについて、まあ、そのシマリス君、アライグマ君だったりとかに聞くんですけど、まあ、分かんなくて、で森にはそのお父さんとか大人の動物たちもいるんで、そんな大人の動物たちにも聞くんですけど、うん、まあ、誰しもはっきりとした答えが得られないですけど、まあ、なんかその答えを模索してる中で、なんか読んでるこちらとしても確かに なんでだろうなとか、そういうことを自然と、まあ、考えさせられる部分もあるような、まあ、読みやすいんですけど、なんかこう心の安定だったりとか、こうなんか考えさせられて落ち着くというか、いろいろ、うんうん、別に劇的なことが起こるわけじゃないんで、そういう辛い時とか心がこう揺れ動いてる時でも読みやすいかなとは思います。うん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 。なるほど。確かになんかまずボノボノってその 見た目感もそうだけど、基本的な空気感が結構ゆっくりな。あ、そうですね。ゆるい感じですね。そうですよね。うん。なんかそういうので、まあ基本多分もう読みやすくて、多分文字が頭を滑っていてもある程度はというか基本なんか流れとか大体わかる感じなのかなと思う。うんうん、普通そのさっき話してもらった、そのどうして楽しい時間は早く過ぎちゃうんだろう的な、まあ素朴だけど答えない系の問いがちょこちょこ出てくるってなると、なんか気を紛らすのとかにすごいちょうど良さそうですね。うんうんうん。辛い時にそのやっぱどうしても頭の中が辛いかったことのをどうしても考え込んでしまうというか、そっちのことを思い出して気持ちがどんどん沈んでいくみたいになりがちですけど、まあ、ぼのぼのと一緒にのほほんとそういうことを考えていく時間を作ることで、まあ、辛いことを忘れるみたいな。そうですね。うん。うん。まあ、なんかテーマ的にも他にも、まあ、なんかそういう辛いことに対する問いかけみたいなのもあったりするんですよ。なんかこう死だったりとか、でもそんなになんか重くならないので、はいはいはい、まあ、うんうん、そこをそういうテーマを取り上げつつも、まあ、なんかこう共感するところもあったりしつつ、そうなんか落ち込む方向にはいかないので、そういうなんか癒し的な部分が感じられるかなとも思います。うん、なるほど。うん。そうですね。ボノボノ第一巻1987年、そうですね。ああ、そうです。もうかなり昔から、うん、
連載されてて、ね、多分40、48巻まで出てますね。おお、じゃあまあ1落ち込みにつき1巻読むとして48回落ち込みますね。ストックがだいぶあるから。その数え方でいいのかよくわからないですけど。まあそれにあの何というか漫画なので、あのスマホのスマホ版の Kindle とかで読むと、あの多分すぐダウンロードできてその場でサクサクっと読めるから、落ち込んだ瞬間に買って瞬間的に読むみたいなのもできそうですね。うんうんうん、そうですね。そういうのも。うんうんうん、はい、そうで結構そのボノボノから派生してなんかボノボノの人生相談の本とかも出てたりするので、うん、まあ、もっとなんか深く読みたいときにはそういうのもいいかな。うん、なるほど。そうですね。私も思うんですけど、そのいろんなお悩みに対してボノボノたちが答えてくれるっていう本です。そうなんだ。なんかそれもいいですね。なんか誰に相談するのも、うん、なんていうかしにくい時もあるでしょうから、はい、ボノボノぐらいだと聞きやすいみたいなのもあるかもしれないですね。結構なんかそのちょっとだいぶ前に読んだんで詳細忘れちゃいましたけど、結構重めの質問っていうかお便りが届いてるんですけど、結構ボノボノたちがうまく返してくれてて、へえ、興味があればぜひ読んでいただければと思います。うんうんうん、はい、ということでですね、まあ、なのでトッティさん、ま、もしあのもう浅井亮さんのゆとりシリーズで復活されてるかもしれませんが、もしまだちょっとグーってなってるようでしたら、うん、ボノボノぜひ読んでみてください。はい、はい、というところで、改めてですね、今回募集する本というところでいくと、ちょっと辛い時にも気軽に読める本という形になるかなと思います。まあ、本当に皆さんの思うベクトルで全然自由でいいかなと思うので、うんうんうん、思いついたものをぜひたくさん投稿いただければと思います。以上、こんな本知りませんかでした。それでは次のコーナー、マンスリーパーソナリティへの質問。はい、このコーナーではいつもマンスリーパーソナリティやってくれてるメンバーから、今月のマンスリーパーソナリティに対する質問を投げてもらっています。まあ、普段から仲良くしてるとはいえ、なんだかんだ聞いてないことなんかも ありますので、まあ、この機会に担当お話ししてもらおうという趣旨でやってみようかと思ってます。では早速他のマンスリーパーソナリティの人たちから来てる質問を私から紹介をしていきたいと思います。今回はですね、ジョジョさんからヒロさんへの質問ということで、はい、シンプルに今まで旅行した中で最も良かったところはどこですかというふうに聞いて、まあ、確かになんかヒロさんってちょこちょこ旅行なんか行ってるイメージ。そうですね、なんか結構海外旅行が、うん、あ、そう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 、なんか海外行ってるイメージありますよね。うん、そうですね、うん、そうですか。今最も良かったって何を持ってっていうのは結構悩ましいところかなと思って、うん、そうですね、そこも含めて、うん、はいはい、そうそうそう、うん、やっぱなんか旅行行く時の個人的な大きな2つの魅力っていうのが、1つはご飯、食で、はいはい、1つは観光というか、うん、こう景色だったりとかなんですけど、うんうん、でご飯の方だとこれまで行ってよかったのはイタリアがやっぱり良かった。ああ、そうなんだ、はい、うん、まあイタリアンってやっぱ美味しいですよね。まあうまいですね。シンプルに。うんうんうん、パスタとかピザとか日本で食べててもまあ普通に美味しいですけど、やっぱりイタリアは行ってご飯美味しかったなってすごい思います。うーん、イタリア行った時はイタリアのどの辺行ったんですか？イタリアのローマは行きました。ローマとフィレンツェかに行きました。あー、なるほど。フィレンツェ、ローマフィレンツェら辺だと何が有名なんですかね、食べ物って。食べ物、なんだっけ、カルボナーラの発祥の店行った気がします。へー、確かカルボナーラ発祥の店なんだ。発祥の店がローマにあった気が。あ、なんかカルボナーラ発祥の店ローマ、オスタリアロマーナ、
っていうところなんですかね。うん、そう、行きましたね。まあ、美味しかったですね、やっぱり。発祥ってすごいな。うん、もう10年以上前とかにありますけどね、行ったのも。なんか、私よく、料理動画とか見てて、はいはい、まあ、とある人がよく言うのが、まあ、やっぱりその当たり前っちゃ当たり前ですけど、その、まあ、自分たちが慣れ親しんでる歌というか料理の、まあ、というか味付け感と、うん、まあまあ、我々日本人なので、そこと例えばイタリアだったらイタリアで比べると、まあ、食文化のベースが結構違ったりするじゃないですか、はいはいはい、なのでなんか、まあ、結局そのイタリア料理を日本に持ってきた時もその日本人好みに多少アレンジした方がまあ売れるみたいな話があったりとかする中で、本場の味ってそのやっぱり本場なんで現地の人たちの味なわけじゃないですか、はいはい、そこってやっぱなんか違いって結構感じました？いや、当時そんな感じなかったと思います、記憶では。そうなんですね、うん、イタリアが多分一番感じなかったから美味しいって思ったのかもしれないですね。あー、なるほどね、うん、なんかそうですね、東南アジアとかだとやっぱ辛いとか、はいはい、なんか香辛料がきつすぎるとかあったり、うんうんうん、まあ、現地の本当にローカルのところだとあったりするかもしれないですけど、うん、なんかそれもあってイタリアが一番なんか美味しかったなっていう風に感じた記憶があります。あ、そうなんですね、うん、イタリアはじゃあそんなに、まあ、日本人感覚からすると、その、なんていうか、癖が強くないというか、似た下の感覚を持っているというか。うん。まあ、日本にもう十分に入り込んでるっていうのかもしれないですけどね、そのイタリアの結構本場の味。ああ、確かにね、うん。はいはい。確かにそれもあるかもしれないですね。イタリアンって本当に昔から、いろんなもう無限に店ありますけど、はい、うんうん、それこそさっき出てきた東南アジアとかでタイ料理のお店とかだと結構思ったより最近ですもんね、うん、それを身近に食べられるようになったので、うんうん、確かにそこの感覚の違い、そのなんていうか輸入タイミングの前後関係とかあるのかもしれないですね、うんうん、イタリアがやっぱりそうなんですね。もしかしたらこれを聞いたジョジョさんが急にイタリアに行き出すかもしれない。いいと思います。ことですね。はい、じゃあこのコーナーはここまでにしましょう。以上、マンスリーパーソナリティへの質問でした。それでは次のコーナー。トモクルラジオインフォメーション。はい、蓬莱堂に関するインフォメーションをいくつかお伝えしていきます。まずは4月のイベント実績です。4月7日、YouTube 生配信2024年本屋大賞感想語り後半戦、本屋大賞候補作5作品について語りました。アーカイブありますのでぜひご視聴ください。4月13日主演&読書会室内花見会、蓬莱堂を花見みたいに飾っての主演&読書会でした。4月20日ビジネス書実用書読書会、ビジネス書や実用書を紹介する読書会でした。4月21日、ミステリー&ホラー読書会、ミステリーやホラー小説を紹介する読書会でした。本屋大賞、ナルセが取りましたね。あ、そうですね、ナルセ。なんか、X でたまたま見かけたんですけど、で、おもろって思ったんですけど、今回の本屋大賞は著者とか作品とかじゃなくて、はい、ナルセが取ったよね。確かに。そうなんだ、みたいな。あ、そうですね、自分も今自然に成瀬って言いましたもんね。そういう印象になるんですね。うん、そういう印象ありますよね。でもなんかおもろいな、うん、ちょっとふふって思いました、あれは。はい、で続いて5月のイベント予定になります。5月3日金曜日祝日ですね、漫画を語る会ハンさんピーマンさん主催、それから5月4日土曜日、ボドゲ&読書会となっています。はい。こんなもんですかね。はい。以上、トモクルラジオインフォメーションでした。はい。では、いつもの今月の一冊を紹介して終わっていきましょう。今回はヒロさんから一冊お願いします。はい。私からおすすめの今月の一冊は、クラフトダイビング紹介のクラウドコレクターという本です。
はいはいはい。多分なんかこの蓬莱堂のチャンネルでも何回か話に上がったりしてるかなと思うんですけど、あの、ね、クラフトエイビング紹介っていうのが、あの小説家の吉田篤弘さんと奥様の吉田博美さんからなる創作ユニットなんですけど、このクラウドコレクターでは吉田篤弘さんの祖父である吉田伝次郎氏がアゾットっていう国を訪れた旅行記をまとめたものっていうような作品なんです。まあもちろん現実にそのアゾットっていう国はないですし、あの、うん、実はその吉田伝次郎っていうのもあの人物として存在しなくて、祖父はまた全然違う名前らしいんですけど。あ、そうなんですね。そうです、そうです。で、まあそういう全てが空想である物語を実際の、うん、まあ、過去の旅行記かのようにクラフトダイビング紹介の吉田篤弘さんと吉田博美さんが作り上げてるっていうような一冊になります。うんうんうん。で、まあ、この本、その物語としてストーリーとして旅行記として面白いんですけど、その伝次郎氏の旅の記録として綴るにあたって、うん、文章だけでなくて、この架空の国のアゾット各地を巡って手に入れた際の品々っていうのを実際にその、うん、まあ、現実にあの物として作って、でそれをあの写真だったりとかで収めている作品になります。あ、なるほど、はいはいはい、うん、そう。でなんで、まあ、それがすごいどれも心惹かれるもので、現実にはないものなんですけど、見てると面白くて、はい、パラパラめくってるだけでも文字を読まなくても楽しめるっていう一冊になってます。で、まあ、あのこの動画出る頃は結構大型連休のあたりでお休みの方も多いかなとも思うんですけど、まあ、空想の世界に旅するのも良いかなと思って今回この一冊紹介させていただきました。うんうんうん、確かにそうですね。そう、なんか確かに旅行記、なんかやっぱクラフトイビング紹介って面白いですよね。その、うん、やってることがないものありますとか有名ですけど、そうですね、そういうで、こっちこのクラウドコレクターについてもそのないものを作ってるわけですもんね。あ、そうです、そうです、うん、でそれの写真撮ってるんですよね。うん、そう、ちょっとあの写真が載ってるのが単行本の方になって、そちらがちょっと絶版なんですけど。あ、そうなんですね。そうなんですよね。で文庫の方だとあのイラストが載ってます。一部写真があったりしますけど。うんうんうん、なるほどなるほど。そうなんだ、せっかく写真で単行本で出してるのにイラストに変えたってことなんですね。うん、まあなんで絶版なので、まあなんか例えばお近くの図書館とかでもしあれば、うん、ぜひ文庫とその単行本での違いとかもあったりするので、うんうん、どちらも楽しめると思います。うん、あ、でも今見た感じ、あの単行本 Amazon では一応中古では出てますね。ああ、そうなんですね。うん、でそんなにあのプレミア価格みたいにはなってなさそうで、多分普通の中古価格っぽい感じなので、はい、うん、まあ、中古でよければ買えそうですね。今読みたい方は。はい、なんかそう、だから全部嘘の事実っぽい話全部嘘で書くって楽しいですよね。なんかそう、うん、楽しいですねってもなんですけど。はい、でもそこへの熱量のかけ方が半端じゃないんで、このクラフトエンジョン。そう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 。なんか、まあ、それが小説やんって思う一方で、ただこれやっぱ小説とは少しテイストが違うので、あくまでこう現実の旅行記として、うん、あの架空の話を書くっていうのがズレ、ね、感がすごいまた面白くていいですよね。うんうんうん、あ、じゃあそんな感じで、まあ確かにゴールデンウィーク期間でもあるので、まあいろんなところに旅されながら、あの、ね、物語の中でも違う空想の場所に旅するっていうのも、うんうん、一つの過ごし方かなと思うのでいいですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ終わっていこうと思います。次回のマンスリーパーソナリティはウグイスさんの予定です。で、このラジオでは皆さんからのお便りをすごく待ってます。募集しているお便りは普通のお便り、こんな本知りませんか、私の読書エピソード、入門書紹介の4種類です。で今回募集したこんな本知りませんか絵の回答期限については5月9日とさせていただきます。その他についてはあのその限りではないので、じゃんじゃんいつでも何でも送ってください。でこれから募集内容が変わる場合は読書メーター、 X、Instagram の各 SNS でお知らせ流すのでご確認ください。ではまた次回も聞いてくださいね。バイバイ。バイバイ。